空間に浮かぶ円周の束が美しい唐草模様に見えている。四次元空間にある三次元球面をもっとよく理解するために、空間を円周で覆い尽くす方法をお見せしよう。これは数学者がファイブレーションと呼んでいるものだ。ところで私の名はハインツ・ホップだ。20世紀前半にトポロジーを発展させた主役の一人だ。このトーラス面を見てごらん。絡まっている円周で満たされている。これからこの図形の説明をしよう。円周、球面、トーラスはトポロジーでは最も簡単な研究対象だ。トポロジーはこれらの対象の関係を研究するものだ。私はベルリン、プリンストン、チューリヒで仕事をしてきた。現代数学をやってみるとまだ私の名前がしばしば登場する。ポアンカレ・ホップの定理、ホップ不変量、ホップ代数、ホップファイブレーションなどだ。これが私の写真だ。私は1931年に私の名がついたファイブレーションの発見を出版した。誰でもそうだが、私も大勢の数学者の仕事の上で結果を得たのだ。例えばこの写真のクリフォードの仕事だ。彼は19世紀にイギリスで活躍した数学者だ。さて、黒板で説明しよう。今回は白板だ。何だと思うかね？二次元の平面かな？そうだとも言えるし、そうでないとも言える。実際二次元の平面だが、これは複素二次元の平面なのだ。言葉を変えて言うと、実四次元の空間だ。ちょっと頑張って進んでみよう。この平面の各点は2つの座標で定められている。しかしそれぞれの座標が複素数なのだ。複素数は2つの実数で定まっていたね。座標軸はそれぞれ複素直線というわけだ。座標軸上の点はただ1つの複素数の座標を持っている。例えば第1の座標軸の点 2-i だ。同じことがもう一つの座標軸 y 軸についても言える。この座標軸の点 1-2i だ。この白板には仕掛けがあるが、2つの平面を同時に見せることまではできない。2つの平面を3次元空間に描けば直線で交わる。しかし4次元空間では2つの平面は原点でしか交わらない。それらは結局のところ座標軸だからだ。さてこれは何だろう。円周かな。そうだとも言えるし、そうでないとも言える。この図は、いやこの図から読み取らなければならないのは、四次元空間内の原点からの距離が1であるような点の集合だ。すなわちこれは3次元球面 S3 に他ならない。もちろん少し想像力を働かせなければならない。まず3次元球面と第1の座標軸との交わり方を見てみよう。球面 S3 は第1の座標軸とこの座標軸上の原点からの距離が1の点で交わっている。つまり球面 S3 は第1の座標軸と円周で交わる。第2の座標軸についても同じことだ。球面 S3 は第2の座標軸と円周で交わる。青色の円周だ。
さて、水平な直線と垂直な直線に対して成り立つことは、原点を通るすべての直線に対して成り立つ。これが方程式 z2=-2z1 で定まる直線だ。同じことを任意の複素数 a に対し、直線 z2=az1 について見てみることができる。こうして4次元空間の単位球面 S3 は円周で埋め尽くされる。複素2次元の平面の一つ一つの複素直線に対し、円周が一つずつあるのだ。注意しよう。図では赤色の円周同士が交わって見えるかもしれない。しかしこれらは4次元空間の中では交わっていない。直線同士は原点でしか交わらない。だから直線と単位球面の交線同士は全く交わらないのだ。このように3次元球面が円周の集合に分割できることを発見したのはこの私だ。それ以来これはホップファイブレーションと呼ばれている。なぜファイブレーションと呼ぶのだろうか。その理由は織物の繊維を見ればわかる通りだ。ステレオグラフ写影でどんな様子か見てみよう。球面 S3 を北極から南極の接平面である我々の3次元空間に写影することを考えよう。これが一つの複素直線と単位球面 S3 の交線として得られた円周の写影だ。このような円周はたくさんある。原点を通る複素直線のそれぞれに一つの円周がある。複素数 a に対し直線 z2=az1 があり、その直線上に円周がある。この複素数 a を変化させて、あるいは同じことになるが、この直線を回転させて円周がどのように変化するかを観察しよう。時々円周が直線になることに注意しよう。だがそれはただ円周が球面 S3 の北極を通過するからだ。2つの円周を同時に見てみよう。左下に複素数平面上の2つの点 A、 赤色の点と緑色の点が動いている。赤色の点に対応する赤色の円周と緑色の点に対応する緑色の円周が見えるだろう。これらの任意の2つの円周は絡み合っていることに注意しよう。それらはチェーンの中の2つの輪のようになっていて、壊さなければ引き離すことはできない。面白そうだから3つの円周を見てみよう。これらの3つの絡み合った円周の様子をよく観察しよう。さあ、もっとたくさんの複素直線を取ろう。複素直線をランダムに選んでみて、円周を一緒に見てみよう。円周が空間を埋め尽くしている。それらのどの2つも交わらない。これはファイバー則の一例だ。
この様子をもっとよく理解するためにしばらくの間白板に戻ろう。ホップの円周が複素直線のそれぞれに存在する。複素直線はそれぞれ Z2 イコール AZ1 という式で表される。ここで A は直線の傾きを表す複素数だ。 A は緑色の線の上を動く赤色の点で表されている。実際には垂直な軸はこのような式では表されていない。しかしこの場合は A が無限大だと言ってよい。 A は複素数だったことを思い起こそう。緑色の直線も複素直線だ。それは実に次元平面だ。まとめると、我々が見ている複素直線は緑色の直線上の点と付け加えられた無限円の一点で決定されている。前に見たように複素直線に無限円点を付け加えると二次元球面 S2 が得られる。それがステレオグラフ遮影だった。だから考えている四次元空間の複素直線は黄色で描かれた二次元球面 S2 の点で定まっている。こうして球面 S2 の各点に対し円周が定まる。ところで円周は一次元の球面 S1 ではないだろうか。これらの円周が三次元球面を埋め尽くしている。球面 S3 のどの点にもその点を通るこれらの円周の一つが定まり、その円周が球面 S2 の点を定めている。こうして球面 S3 から球面 S2 への遮影が得られる。複雑だと思うかな？数学の言葉では、低空間 S2 の任意の点の上に円周 S1 と同層なファイバーがあり、このファイブレーションの全空間は球面 S3 だという。私の名を持つファイブレーションは私の誇りだ。それがトポロジー理論の基本的な対象になり、その気持ちはますます強くなった。